どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。やっていきましょう。俺のサクサクセシーズン S、 視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストは、初恋ラビットさん、コウジ、佐々木さん、吉村、豊さんからのリクエストですね。広島の炎のストッパー、津田恒美投手作っていきたいと思います。いきましょう。右投げ右打ち投手で合ってると思う。トレスオーバースロー。剛速球再現したいから、そうなると、球速なのかなっていう感じしますよね。球速と、あとカーブ、変化球かな。そしたら、球速変化球カードでちょっと強化系で行ってみたいと思います。これで理想はそうね、やっぱり、お宝ザクザクか。何か来てほしいんですけどさ、シュートがまず一つで、お、いいじゃん、カーブ方向はある。しかし、ちょっと苦しいよ。まあ、行ってみよう。よし、まず赤がなくなる。これがでかい。ちゃっかり、こう、なんでしょう。マイナスを、奪三振とかいいじゃない。シャッフル。さあ、どうだ。あ、いいとこに、まあ、ちょっと、ハテナ踏んでからにしよう。まあ、いいや。で、回復。7。これ、いいかな。ちょっと無理しないでいこう。よいしょ。どうだ。あー、スラーブ。まあ、スラーブ。できれば、普通シンプルにカーブがいいなと思ったんですけど。まあ、いっか。じゃあ、とりあえず球速取って、で、ゴールと。スタミナは抑えと作りたいから、あんまりそのなんかスタミナに関しては気にしなくていいかもしれないですね。もしかしたらだけど。いいね、カーブ方向結構ある。が、まあ、ちょっとマップの形が悪いんだよな、これ。ほい。球速アップ。あ、これ間違えたか。よいしょ。9。ほら、これぐらい減る。結構痛いんだよな。とりあえず、スラーブが伸びて、で、回復、ちょっとマップの形がまあ悪いんで、ここでゴール。赤これ踏まなくてよかったな、一回。ちょっと失敗しました。ステージ3。ただ、変化球は伸びそう。スライダー方向。なるほど。ここはでもな、どうしよっかな。一旦ちょっとシャッフルしようか。シャッフル。で、うわー、微妙かこれ。まあちょっととりあえず行ってみよう。で、これで赤が大回復か。金縛り。そしたら、まあちょっと、高い、変化球の位置も悪いから、これで、球速超人でいいね。剛速球作る上でこれ大事。痛い。マイナスが結構痛いな。なんかそろそろちょっと回復のあたり引きたいんだけど。ほい。で、新変化球をもらって、とりあえず、どうしようかな。こっち、いや、ちょっと待って、死ぬな、これ。これで大回復ぐらい。よっしゃ、来た、よかった。これ。で、とりあえず、これどうしようかな。選手合うか、これ。大江。以前作った選手か。よいしょ、あっとこう。はい。緩急、まあ、大事かな、一応。じゃあ、ゴールで。やべえ、ちょっと重いのか。まあ、球速は伸びてるからな。こっから思いっきりちょっと上げていけばワンチャンあるな。マップと、シュート方向。またシュートか。とりあえず宝箱は別に消えるわけじゃないから、先に、いろいろちょっと、青マス取っていこうかな。うい。優先順位的にはこっちだと見た。で、よいしょ。で、回復。で、戻りの、これはでもシャッフルしちゃっていいかもしんない。ちょっとカレンさんも位置もちょっと気になったんで。あぶね。でもナイスな位置に行ってくれたね、これ。あ、これいいわ。で、はい、よいしょ。いいね、シュートが伸びる。で、ここスタミナはちょっと正直あんまりっていう感じなんだけど、まあいいや。はい。野球偉人伝何が来る？牽制丸逃げ玉。で、帰ってもいいし、ここ取っておこうかな。そしたら。カレンさん、ここは位置、やめとこ。ゴール。上の球速取ろうかなと思ったんですけど、ちょっとカレンさん怖いんでやめときました。ネクストステージ5。ここでどうだ？あ、球速2連チャンあるね。しかし、一旦ゴールへ向かうか、とりあえず。なんか変化球多彩なんだよね。進化方向まで得そうな感じ。なんか特殊能力は、なんかいいからな。うまくちょっと使っていきたいんですけど。ただ赤踏むと変化球下がりそうで怖いんだよな。ちょっと冒険するか、ちょっとぐらい。まずは、でもなかなかこう、カーブ方向手に入ることないから、まずはちょっとこう、確実に行こう。スタミナダウン。まあ、それはまだいい。スタミナ超人ね。はい。で、これぐらいか、スタミナは。いい。抑えとしてはね。で、球速、とりあえず、あれ、上がんねえな。ランダムで上がるから。おー、あっぶね！ちょっと怖いわ、カレンさん、マジで。球速ダウン。困る。
あ、待った。いや、これ、オール急速にすんのありだな。しちゃおう。もう、炎のストッパー、剛速球投手を作る。そして、あ、いいね。野球馬2号。変化球が伸びる。位置は、あ、どうだこれ。ちょっと考えて。最短で、いや、これ、シャッフルした方が早いんじゃないかな。よいしょ。コントロールアップ、ちょっと、いや、シャッフルします、これ。で、野球マンが1、あ、あれ?ちょっときち、厳しいか、これ。そしたら、諦めた方がいいかもしんねえな。ちょっと、会いたいのはあるけど。各種、2号ってすぐどっか行っちゃうんだよね。そう考えたら確実に変、宝箱を取っていった方が堅実だと見た。急速超人でいいね、151キロ。はい、そして、ここで追い詰めると。あ、ワンチャンあるか、選手。スライダー方向伸びる、やったね。選手にあって変化球伸びるのって結構美味しいっていうか。上行っちゃおう。スタミナダウン。それはよし。はい。で、153キロで、1、2で終わりか?現状どうしよっかな?これ野球マンこれ帰っちゃうよな。意外と耐えるのな。でもこれ、1、2、3で終わりなんでしょう。多分会えないんだよね。1、で、や、だ、や、1、2、3で、ちょうどずれるから、じゃあこれでゴールで。まあ、2号の位置がな、まあ、シャッフルの結果、もうちょっといい位置にいてくれりゃよかったんですけど。どうなんだ、これ。変化球が重いのか、ちょっと、まあ、多彩なのはあるけど。特殊能力が、まあ、美味しいから。ありっちゃありなのかな?もしかしたら。ちょっと、一応確認しておきましょう。抑えとかでいないかな?炎のストッパー。かっこいいよね。なんかあだ名というか、そういう二つなんていうの、いいですよね。すごく僕なんか、そういうのちょっと憧れちゃって。あ、なさそうだな。ちょっといなさそうですね。まあ、もし、僕がこのなんか画面で見間違えてたりとか、いや、いるじゃんみたいな、あったらちょっとコメントいただければと思います。ちょっとま、こんな感じでいってみましょうか。一応、剛速球ってとこは再現できたんじゃないかな。奪三振が良かったんじゃないかなと思います。特に。ということで、次回へ行きたいと思います。とりあえず、強化系のみ。ただやっぱ絶好調、なんかやる気を、こうなんかちょっとアップしていきたいっていう気持ち、考えたらちょっと苦しいとこあるかなって感じです。次回へ行きましょう。あ、一周回してみたいと思います。失礼しました。番号こちらになります。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。それじゃね、改めて一周回してみたいと思います。ほい、1年間回してみた結果でございます。なかなかいいセーブ成績なのかなっていう感じ。ちょっと防御率は、まあ、2.72。6勝7敗、4ホールド、33セーブですね。まあ、結構投球回数頑張ったのかなと思います。うん。登板後16で結構まあ、登板数はそんなもんか。奪三振45。奪三振率、まあ、持ってるともうちょっと上げられたかなっていう気もしなくもない。フォアボール3、デッドボール、フォアボール7、デッドボール3という感じですね。基本塁打6。重い球とかがないから、ちょっとまあそうですね。で、大きく曲がる変化球がないんですよね、なかなか。それがちょっと痛いのかもしんない。さあ、念のためですが、見ておきましょう。守備成績。そんなでもないんじゃないかな、言うて。問題はないと思いますけど。ああ、だね。100% 良かったです。というわけで、気に入っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いします。リクエストする場合は動画概要欄をまずご覧ください。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。